アントニオ・マリア・ザネッティによるカリカチア・ビットーリア・テージは、イタリアのアルト歌手、ムラート女性として、最初に舞台に上がったオペラ歌手だった。フィレンツェ出身であるためにフィオレンティーナ、また、アフリカの黒人の血を引くためにモレッタのニックネームで、呼ばれた。テージの父は、アフリカ系で、トスカーナ代行士、フェルギナンド・デ・メディチのお気に入りのカストラートである、フランチェスコ・デ・カストリスに仕えていた。 ページは初めフィレンツェで、フランチェスコ・レーディに、1715年に一家と共に、ボローニャに移ってからは、フランチェスコ・カンペジ、ついでアントニオ・ベルナッキに歌を学んだ。最初は、パルマ公アントニオ・ファルネーゼに庇護され、1731年の、パルマ公の没後は短期間トスカーナ対抗じゃん、ガストーネ・デメディチ、ついでモデナのフランチェスコ三世デステに仕えた後、 最終的にマリア・テレジアとその夫のフランツに仕えた。ページは1716年にパルマでデビューし、ボローニャ、ドレスデン、マントバ、ベネツィア、フィレンツェ、トレビーゾ、ベネツィア、ジェノバ、ミラノ、ナポリ、ファーノ、フェラーラ、トリノ、ピアチェンツァ、ルッカ、マドリードなどの各地で歌っている。1737年にナポリのサンカルロ劇場が落成したとき、 コケラ落としに上演されたドメニコサンロ、シーロのアキレスでタイトルロールのアキレウス役を歌っている。1748年にはウィーンで歌い、翌1749年からはウィーンに定住した。1754年まで歌った記録がある。歌詞を引退した後は舞台衣装の監督及び教育者として働いた。1775年に肺炎によって、 ウィーンで没した。テーは男性役と女性役の両方をこなした。カストラートのファリネ・リとは親しい友人だった。ありがとうございます。